柳沢白雄は日本の大倉官僚、政治家。君党は朝日大受賞。静岡県農業協裁組合連合会会長理事、特定非営利活動法人日本茶インストラクター、協会理事長。報道等では柳沢白雄とも表記される。衆議院議員、国土庁長官、国務大臣、金融再生委員会委員長、金融担当大臣、 自由民主党税制調査会会長、厚生労働大臣、明治大学大学院グローバルビジネス研究科、特別昌平教授、情勢国際大学学長、社団法人日本茶業中央会会長、静岡県土地改良事業団体連合会会長、全国土地改良事業団体連合会理事、河村電機産業株式会社監査役などを、現任、歴任。 静岡県袋井市出身。静岡県立静岡高等学校に進学、新聞配達で学費、生活費をまかなう。高校1年生の夏休みに母が死去に学期から定時制に移り、昼も働く。2年次から地元に近い静岡県立掛川西高等学校に転校。当時は貧しさを題材にした石川宅木に励まされたという。 進学した東京大学法学部では、マルクスらの社会主義に浸水した。しかし大学4年生の時、池田隼人内閣が掲げた、所得倍増計画に関する講義を受ける。社会主義にしかできないと思っていた、貧困の克服が、経済政策でも可能だと気づき感銘を受けた。1961年、東京大学を卒業すると、大倉省に入省。 田中六助内閣官房長官の秘書官を務めたことなどがきっかけで政界に転じた。自民党の公知会に所属し、衆議院文教委員長、国土庁長官、金融再生委員会委員長、金融担当大臣、厚生労働大臣を歴任。学級活動としては、慶応義塾大学では、講師として経済学部経済学科で、金融資産市場論や、 中小企業金融論を講じた。また、明治大学では、大学院の特別招聘教授に就任し、グローバルビジネス研究科にて教弁を取った。2009年8月の、第45回衆議院議員総選挙にて、静岡3区から立候補したが、小山信弘に敗れ落選した。政界を引退し、2010年4月より、情勢国際大学の学長。 河村電気産業株式会社監査役に就任する。2011年1月31日、菅ラオト政権によって社会保障と税の一体改革を議論する集中検討会議の有識者メンバーに選任されたことが発表された。2007年1月27日、島根県松江市で開かれた自民党県議の集会で、これからの年金、福祉、 医療の展望についてを議題に講演した際、少子化対策について、機械って言っちゃ申し訳ないけど、機械って言ってごめんなさいねとの言葉を挟みつつ、15から50歳の女性の数は決まっている。うむ、機械、装置の数は決まっているから、あとは一人頭で頑張ってもらうしかないと女性を機械に、例えた発言として報じられた。柳沢は共同通信社の取材に対し、 人工統計学の話をしていて、イメージを分かりやすくするために子供を生み出す装置という言葉を使ったと説明し、発言自体は直後に取り消したと述べた。野党は大臣の辞任を要求し、2月1日の衆院予算委員会を欠席した。柳沢は辞任せず、2007年8月の安倍改造内閣発足に伴い退任するまで厚生労働大臣を務めたが、 共同通信社の2007年2月に行った電話世論調査によると柳沢の発言は安倍政権に対する女性の支持率を低下させる一因となった政府は2月13日の閣議で辻元清美の質問主意書に答える形で柳沢発言について女性の方々を傷つける不適切なものでありその発言が厚労省の死にまたは 政府の方針であるかのような誤解を国民に与えたと考えるとの答弁書を決定した。橋本徹はこの発言を比喩としては問題あるかもしれない。しかし女性が子供を産む機会だということを彼は言おうとしたわけじゃない。産まない人、産めない人を批判している言葉じゃないのに勝手に逆手に取り、産めない人は欠陥なのか。とか日本には国語力が そんなにないのか。とマスコミの報道と問題視する政治家。真鍋香織は全然気にならなかったのに、ここまで大きな問題になるのにびっくりした。問題発言ではあるが、そんなこと本気で思っている人はいないし、気にならない。というか相手にしなくていいのではと過剰反応だと述べた。西川文子は私たちは何とも思っていない。 批判一色の報道に疑問を呈した。公明党は批判していた、菅直人民主党代表代行が、同様の発言を、選挙応援演説でしていたことを疑問視して、鬼の首を取ったように取り上げ、政府、与党批判を繰り返しているが、菅氏に一体批判する資格があるのかと批判した。J、キャストニュースの取材に、民主党は、当事務局としては、コメントすることはないと返答し、 菅直人代表代行は2007年2月8日後に行われた記者会見で柳沢発言の大きな問題性は多くの国民の皆様には相当程度私たちの行動には共感いただいたと思っていると述べた一方で決まり文句となっていた可能性が指摘される過去の発言の有無を問う質問に菅氏は答えなかったことを伝えている2007年7月11日 アメリカ合衆国保健福祉省副長官代理のエディック・ハーガンらと会談する柳沢、生む、機械発言に関するカテゴリー。ありがとうございます。